どうも皆さんこんにちは、高校野球大好き芸人上条武史でございます。セノンプレゼンツ OB クラブ公式 YouTube チャンネル、今日は素晴らしいゲストの方来ていただいております。神奈川桐蔭学園の伝説の3人でございます。高木大成さん、副島康太さん、そして高橋由伸さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。まずは高木大成さん、はい、はい、もう大成さんといえばやっぱライオンズブルー、はい、ね、今日はちょっとあのユニフォームじゃなくてこの T シャツですけども、そうですね、はい、ね、僕はもうやっぱり見てましたね、ライオンズブルーのユニフォーム。本当ですか？見てましたよやっぱね、ちょっと細身の感じでこう着てるのが僕はちょっと好みで、はい、まあ、今こう山川選手とかね、はい、中村選手とか、うん、渡辺選手とか、はい、ポチャッとした感じですけど、やっぱ僕の中でライオンズブルーやっぱ高木大成さんとか、はい、西口文也さんとか、はい、あの感じの細い感じでこうでもなんかパンチ力あってというのはよく見せていただいておりました。ありがとうございます。ありがとうございます。これ YouTube というのは初めてですか？はい、初めてですね、はい、今はどういう今あの球団、はい、ライオンズですね、はい、球団にいまして、はい、まあ、放映権の担当をしてます。はい、はい、あの球団で試合映像を制作してですね、それをまあ各テレビ局に販売するといったところが主な業務ではありますけども、はい、はい、あとはまあ写真ですね、選手の肖像の管理等ですね、はい、例えば選手カードとか、あ、選手カード、はい、ああいうものの販売とか、あ、プロ野球カードとか、そうですね、そのために写真を使われるので、はい、それの販売ですとか、あとはゲーム関係ですね、はい、今ねすごくスマホのゲームとか野球のゲームとかありますよね、はい、カードゲームであるとか、はい、もうすごく流行ってますけども、はい、あれの、まあ、ライツビジネスといったところを担当させていただいてます。めちゃめちゃ忙しいですよね。そうですね、はい、まあ、1年間もうサイクルは決まってますけども、はいはい、もう試合に追われてるような感じでありますね。はあ、こんな忙しい中すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、そして副島康太さん、はい、はじめましてでございます。はじめまして。今はどういった活動を？今はですね、あの、はい、スカイホークスというチームがあるんですが、はい、まあ、どこにも登録はしてないんですけど、高校生とかで、まあ、いろいろ行き場がなくなった子たちを集めて、はい、教えたりとかですね、あとは、まあ、夕方は毎日あの小学生とか中学生の野球塾の方のコーチとかやって、はい、土日もあの出身のリトルとかシニアのお手伝いをしながら、もう毎日野球やってます、はい。ほな、もう野球全般でもそこからこうプロ野球選手輩出という感じで。そうですね、はい、できることならあそこまで行ってくれればと思ってますけど。楽しみですね。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、そして高橋由伸さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めましてでございます、はい、まあ、高橋さんといえばやっぱりこの、桐蔭学園出て、はい、慶応大学、そしてジャイアンツということですけども、はい、もう初年度から素晴らしい活躍だったじゃないですか、はい、やっぱドラフト1位ルーキーで、はい、現在今タイガースにあの佐藤輝明選手という、はい、まあ、同じ左打者で大学1年目でということなんですけども、はい、うん、どんな感じで見てますか？いや、キャンプもね見に行ったんですけども、はい、やっぱりパワーとスイングスピードはちょっと、もうすぐプロの中でもトップレベルかなというふうに思いましたよね。あ、そうですか、はい、ただオープン戦はね結構打って、はい、今開幕してからね少し苦しんでますけども、ええ、まあ、逆に言ったらあれ逆に言えばプロ野球もやっぱりさすがプロ野球選手だなって感じですよね。まあ、そうですよね、はい、そう簡単にはね本番に入ったらなかなか打たせないなとは思ってますけどね。え、なんかあのオープン戦打ちすぎてツイッターとかなんかではもう関西学生野球のピッチャーようあの佐藤あんだけ抑えてたんで話題になってましたけどでも、ね、データが欲しくて打たせていった部分もあるんでしょうけども、でもそれでも打たせてくれるからってなかなか打てませんから。ですよね、はい、でも楽しみな選手ですよ ね、 ね、うん、まあ、どうですかタイプとしては佐藤選手とご自身高橋選手。いや、ちょっと彼は本当のホームランバッターかなと思いますね、はい、僕はホームランバッターではないので、ではない、はい、なので、本当の長距離打者なのかなというふうに僕は今のところは見てますけど ね、はい、だから1年目からどれぐらい、まあ、ずっと出続けたら、まあ、だと出続けられるかどうかですね。意外やっぱプロ野球試合が毎日あるのが意外と最初僕大変だなと思ったんで、はい、あ、今日も試合かみたいな。あ、そうなんですね、はい、まず5月ぐらいに結構はっかっときますね。やっぱ大学ってこう春秋みたいな感じで、はいはい、まあ、春終わってこのやっぱり5月あたりがまた暑くなって、はい、それでも週に2日3日じゃないですか。はいはいはい、それがね週に6試合やると
また今日も試合かっていう、ね、時期が来ると思うんですよね。はい、まあ、その中でどんどんこう乗り切っていって、はい、また一流の選手になっていくと思うんですけども、はい、まあ、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ今日はですね、まあまあテーマが実は高校野球ということで、お三人の共通といえば神奈川桐蔭学園、はい、で、厳しい2年半を過ごされたと思うんですけども、学年でいうと大成さんが一番上になるんですね。そうですね、はい、一つずつ違いですか、ここは。そうですね。はい、で、副島さんが真ん中で、由伸さんが1年生だったという感じですかね。はい。はい、寮生活ですよね、はい、桐蔭学園って。完全なる寮ですか。はい。そうですね。はあ。どんな感じなんですか、この寮生活って。なんかこう、言えることを。我々の寮生活って、はい、ちょっと思い描くのと少し違うのが、はい、たまたま教室を、はい、寮にしたようなとこだったので、学校の教室ですか。そうですね、はい、なので黒板があって、寮に、そうなんですよで部屋11人部屋とかっていう、あ、一つのクラスの部屋に、なんかみんな、はい、こうベッドかなんか置いてるんですか。そうです、2段ベッドが並んでて、はい、それを隠すようにタンスがあって、でその前に自分たち の、 机があるっていうような。あ、そうなんですね、はい、学校の中に住んでるような感じですね、本当に。ほなもうちょっと宿題しとかなあかんっつったら、ほんまに授業中みたいな感じ言うたらまあ横に黒板ありますからねなんか賢い子が先生みたいにやってくれたりしないんですか、そんなこと。ねえ、そんな、寮で、まあ、お三人で、まあ、同時期におられたということなんですけども、まあ、大成さんが3年生の時に副島さんと、はい、高橋さんが、はい、後輩でおられて、うん、どんなイメージというか、第一印象とか覚えてますか。そうですね、まあ、まずは、まあ、我々が2年生の秋、3年、まあ、我々と副島の代だけで、はい、まあ、秋の大会を戦ってですね、はい、で、まあ、早々に負けたんですね。だから選抜の権利をすぐなくしてしまって、まあ、半年ぐらい要は公式戦がない状況が続いたんですね。で、まあ、もちろん我々としては甲子園に行きたいと思ってずっと練習をしてきている中で、うん、どうしても一つこう埋まらないピースがあってですね、はい、そこに、まあ、1年生で、まあ、由伸が入ってきて、はい、あ、これはいけるなと、彗星のごとくやってるんですか。そうですね、もうパッと見て。そうですね、その頃はまだ本当細いですし、はい、ホームランが打てるようなまだそんな体格ではないんですけど、はい、とにかく芯に当てるのが上手で、はあ、はい、困ったらセンター前に打てるっていう感じがしたので。へえ、はい、これはもう中学校から上がってきた選手ではないっていう感じですか。そうですね、はい、どうですか、副島さんは一個下に。そうですね、なんかもう気づいたらレギュラーだったんでその最初の印象って逆にないんですけどもう気づきゃレギュラーやった。レギュラーで、あれ1年の春の関東大会、ね、関東大会だよね、はい、そう、そこで、そう、関東大会入る前に監督に呼ばれて、はい、もうそれまで私3番打ってたんですけど、はい、お前1番行って由伸3番にして副島4番でこの3人で1点取ってこいみたいな。すごいですね、はい、3番打ってたのをもう1番で、そうですね、まあ、足もあるしみたいな形で、まあ、あるっていうほどはないですけど、はいはい、まあ、攻撃的なタイプ、初球からゴンゴンどんどん行くタイプだったので、はい、一番バッターっていうのは好きな打順でもありましたし、はいはい、なんでそこは由伸だったら3番いけるよなっていうのもありましたし、はあ、でもどうですか、由伸さん的にはこういきなり名門に入学して、うん、どうなんですか、もう1年目からもうバリバリ俺いけるぜって思いました。僕は大成さんたち皆さんシニアリーグだったりボーイズリーグって結構大き な、はい、なんて組織リーグっていうんですかね、はい、ところから来る選手たちばっかりなんで、はい、僕はポニーリーグという割とあまり、ね、知られてない渋いですね、ポニーリーグというところから入ってったので、はい、なんかみんな知り合いの中に突然ポツンとなるほど、ね、入ってたみたいな、1年生の同級生たちの中にも、はい、だからそんなすごいやつらがいるんだろうなと思ってて、はい、で気がついたら何となく試合に出てて、まあ、結果一番すごかったんだよね、まあ、すぐねレギュラーにはなれたんですけど、でも
最初のだから大瀬さんたちの代の時の夏までは、うんうん、よく分からずになんか3ヶ月ぐらいが過ぎてったって感じですよね。なんかあれあれあれこうキョロキョロしてるうちになんとなく3ヶ月4ヶ月ぐらい終わっちゃったって感じでしたね。大勢さんが生き生きしだしましたよね。え、大勢さんが生き生きしだしましたよね。あ、俺がそう来て一番そう どういうことですか。大勢さんが生き生きと高橋義郎さんが3番の時よりも1番に行ってからの1番が合ってたんですか。かもしれないですね。もうそうだと思いますね。でもあの時大勢さんってキャッチャー、キャッチャーですね。一、ねはい、番キャッチャーってなかなか高校野球でも珍しいですよね。珍しかったと思いますね。ねまあそういう珍しさもあったんだと思うんですけどね。まあそれまでってキャッチャーってまあそれこそあの古田さんとか、はいまあ、伊藤勉さんとか、あの打てるキャッチャーって今までそれまでいなかったのがそういう方たちがやっぱりキャッチャーでも打てるっていう。うん、そういうふうな雰囲気がちょっとキャッチャーのなんていうんですか、像が変わってきたっていうんですかね、はいはい、その時にたまたま私もこう一番になったんでちょっと注目してもらえたっていうのはありましたけど、あ、うん、別に一番キャッチャーだからどうのこうのってはなかったですね自分としては。でもキャッチャーってまあまあこうディフェンスとしてやることもいっぱいあるわけじゃないですか、うん、まあそうです。その中でまた一番バッターって一番この回ってくる、はい、めちゃくちゃしんどくないですか。しんどいって高校野球の時はそういうしんどいっていうよりも、うん、ないですか、ねですね、打席に入れる嬉しさの方が大きかったような気がしますね。まあでも3学年で何人ぐらい おられたんですか当時。我々桐蔭学園60ぐらい60とか70ぐらい、はい、ぐらいじゃないですかね。少数制でやってたので そんなに一学年20人ちょっとぐらいで、そんなもんですよ、はい、そんなに多いってわけじゃないですもんね強豪私学でいうと、うん、どちらかと絞ってた学校ですね、はい、なかなかでも入ろうって言って入れないんでしょ桐蔭学園って。入りますわー言うて入りたいんです、まあ、言うて、まあ、その当時はそうだよねみたいですね。わかんないですけどスカウティングがあるんですか当時から。ここですね視聴者の皆さんにですね、プレゼントのご案内でございます。今日3名が着用しているですね T シャツまたこの前に飾っているキャップですね、にサインしたものをプレゼントいたしますので、詳しくは概要欄を見てください。そして、ぜひ OB クラブチャンネルそして、僕のですね、YouTube チャンネルもやっておりますのでぜひそちらの方もチェックよろしくお願いいたします。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。 OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一社だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。